かけろっていう感じですよね。どういう状況かっていうと、まあ、重力のこととか何も書いてないから重力のことは考えなくてよくって、こういう状況なわけね。ですかね。で、座標軸の取り方が指定してあって、自然長からの伸びでやってくれ、つまりこういうところからじゃなくて、ゼロっていうところが自然長だっていう、そういうことね。で、伸びだからこっち方向に取ってあるわけ、ね、こういう絵がまず描けろっていうのが必要ですね。で、こうだったら力学的エネルギー保存則からかけてねっていうのが、まあ、次のステップじゃん。力学的エネルギー保存則より、なんで僕はあんなにたくさん略語を使ってるのに力学的エネルギーだけいつも正直に書いてるんだろう。力学的エでいいよね。力学的エネルギー保存則より、もうみんな飽き飽きするほど聞いたわけですけど、運動エネルギーは2分の 1dF、MV 以上みたいなやつで、で、位置エネルギーは問題ごとに違うんだけど、今これバネだからバネぐらいはみんな覚えてるわけだよね。こういう風になるわけ。ちなみに AC 問題出したらいいのに出し忘れたものとして、例えばここをゼロにした時の位置エネルギーはどうなるかっていうことがあるわけだけど、それは2分の 1K かける伸び2乗だから、そういう時は XT-L の2乗となるわけ、ね、今まあそう、あの X 自身が伸びだから XT-L ってやる必要はないけど、で、前回からやってたんですけど、出てくるのは X と dxdt だから、それがこの映画の2個のシーンでそれぞれどうなってるかを考えればいいわけで、一つは t が0の時だよね。もう一個は伸びが最大になってる。で、見るからに t イコール0の時は x0 が、 x が3、これがマイナス5なわけで、知りたいのは何かっていうと、伸びの最大値、あ、もうみんな何か頼んだけど、伸びの最大値を求めようっていうのは、伸びが最大の時刻の伸びを求めようっていうことなわけで、伸びが最大の時刻の伸びだから、ここが知りたいわけ、ね、でもう未知数が2個もあると解けないわけで、あとここがなんとか分かんないかなとか思うわけだけど、そこは物理的に考えて、伸びが最大になるっていうか、なんか関数が最大になるときは微分が0になってるじゃん。だからここはまあ0なわけね。X0 最 XT 最大なので、この時刻のことを大文字 t って書こうか。XT 最大なので、最大だから微分が0なので、そうしたらこの2つの時刻について式を立てて、あとは未知数といいだけで、F が4だから、これ T イコール0の時はどうかというと、4かけるマイナス5の微分、素晴らしい記憶力だ、これは。伸び最大の時刻を大文字で書くことにすると、あそこの物理的に分かったゼロがこれね。で、ここが未知数だね。簡単ですよね。もうなんかみんな飽き飽きしてますよね。あとは E0 消去して、
XT を求めると、ちょっと省略ね、これはプラスマイナスルート59となるんだけど、できましたみたいな、伸びの最大を聞いてるから、まあ、プラスの方で答えたらいいよ。いいっすかね、これこの表だけどさ、全部のパターンあり得るから、ね、どこが未知数になるかって4パターンあるし、その他にゼロのとこがあるっていう保証も別にないから、ね、いいかな。 今までほとんどの場合なんかハテナの反対側はゼロになってたか、あ、そうとも言えないかな、ことが多いんだけど、別にそれは決まってないっていうか、1個ハテナで3個数が入ってたら同じノリでいけるわけでしょ。未知数1個で式がこう1個出てくるから、というわけで、ですね、こういうノリでやりましょう。じゃあ今日は